クリスティーネ・フリーデリケ・アウグステフォン・プロイセンは、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の娘で、ヘッセン選定公、ビルヘルム2世の最初の妻。フリードリヒ・ビルヘルム2世と、その2番目の日で、ヘッセン・ダルムシタット・紅白ルートビヒ9世の娘で、ある、フリーデリケの間の娘として生まれた。画家としての才能に恵まれ、自画像なども、現在まで残っている。 1797年2月13日に、ベルリンにおいて、当時は、ヘッセンイカッセル砲白化の生死だったビルヘルムと、結婚した。これは完全な政略結婚だったせいもあって、夫婦仲はだんだんと非常に軽悪になり、最後の子供が生まれた1806年頃には、夫婦関係は、完全に形だけのものになった。しかし、別居に関する契約内容をめぐって夫妻は10年。 近くの間カッセルで争いを続けたため、正式に別居したのは1815年になってからだった。アウグステはカッセル郊外のシェーンフェルト城に移ったが、夫はすでに愛人で後に2番目の妻となるエミーリエ・オルトレップと同居していた。アウグステの周りには先帝公の宮廷に反発するロマン主義派の野党勢力が集まり、彼らはアウグステの居城にちなんで、 シェーンフェルトパと呼ばれた。同派は、ルートビヒ八センプフルク、ヨーゼフ・フォン・ラドビッツ、グリム兄弟といった、政治家や、知識人によって構成されていた。シェーンフェルトパは1823年、アウグステの夫の選定校、ビルヘルム二世によって弾圧され、マールブルクに拠点を移した。アウグステも1826年より選定校領を、離れ、デンハーグ、コブレンツ、 ボン、フルダなどを転々としていた。しかし1830年の革命騒ぎに際し、長男のフリードリヒ・ビルヘルムが、選定綱領の摂政となり、ビルヘルム2世と愛称、エミーリエが、カッセルの宮廷を去ると、カッセルに帰還した。ありがとうございます。